キャラバンイギリスの警察車用メルセデスベンツスプリンター版は主に貨物を運搬する屋根付きの自動車である。キャラバンの短縮型で元々の意味は屋根付きの車である。バンという言葉は各国で違う意味で使われるが箱型の貨物自動車という点では共通している。イギリスのバンイギリスでは常用のミニバンはピープルキャリアもしくは MPV と呼ばれ、 より大きな乗用バンはミニバスと呼ばれる。ミニバンは小型のバンを意味する。アメリカでは貨物を運ぶ箱型のトレーラーもしくはセミトレーラーもバンと呼ばれる。この場合、ほとんどの貨物を運ぶためのドライバンと冷たい貨物を運ぶための保冷板は区別される。荷物を運ぶために鉄道車両もバンと呼ばれる。ライトトラックと同様のプラットフォームとパワートレインが 使われた大型の箱型自動車はフルサイズバンと呼ばれる。これらのバンは空の荷物を運ぶためのカーゴバン、常用利用のためのワゴン、他の会社によるコンバージョンバンとして売られるかもしれない。フルサイズバンは非常に短いボンネットを持ち、エンジンは客室内に設置されることもある。アメリカでのミニバンはバンより小さく、より近代的な前輪駆動もしくは四輪駆動の パワートレインを持つ。最も小さなフルサイズ版と同様の7から8人の乗客店員を持ち、フルサイズ版に比べパワーや積載量経員能力を犠牲にして、より燃費が良い。多くのミニ版は両サイドのスライドドアを持つ。初期の日本の代表的版は、マツダボンゴとスバルサンバーである。アメリカと同様、日本では非常に短いボンネットを持つ版が、 数多く生産されている。ミニバンは日産、プレーリーや三菱、シャリオをはじめとするロングホイールベースで全輪駆動のものが生産されている。軽自動車規格のバンは個人事業主にとって非常にポピュラーである。商用のステーションワゴンやハッチバックもバンと呼ばれる。オーストラリアのバンはミニバンもしくは常用のミニバス、ホールデンやホードの生産する。 パネル版を意味する。商業利用のフルサイズ版もまた版と呼ばれるが、7から8人乗りの乗用車はミニバスと呼ばれる。キャンピングトレーラーのこともしばしばバンと呼ばれる。オーストラリアでは乗用のバンはピープルムーバーと呼ばれる。貨物を運ぶ箱型のトレーラーもしくはセミトレーラーはオーストラリアではバンとは滅多に呼ばれない。 インドでのバンは最も一般的な移動手段であり、しばしば自動の送迎にも用いられる。アメリカのフルサイズバンアメリカのミニバンウォークスルーバン・ステップバンとは、デリバリー配送に最適化された小型トラックの一つ。運転席と貨物室の間を障害なく行き来、できるように設計されている。フェデックスのウォークスルーバンスズキエブリー系自動車企画のバン。ありがとうございます。